はい、こんにちは、キソです。今日はね、久しぶりにすき家ね、すき家。結構昔キング牛丼とかで動画結構撮ってたんだけど、今日はね、Uber ですき家を注文しました。で、今日注文したのはね、3種のチーズ牛丼と、こっちにね、おろしポン酢があります。の、2つともね、特盛り。ここに書いてるよね、特盛り。こっちもね、特盛り、ね、3種のチーズ丼とおろしポン酢の特盛り、両方とも特盛りになります。だから牛丼の、確かね、すき家の牛丼キングが特盛りが2つ分なんだよね。だからこれは実質、まあなんていうのかな、キング牛丼の量になります。まあ開けようかな。こちら2個とも特盛りになってます。で、このね、おろしポン酢、ね、これがおろしポン酢のこれね、牛丼にかけます。ちょっとね、サムネだけ取っちゃうかな。食べていこうかなと思います。いただきます。でね、一応ね、ここに紅生姜ね、紅生姜大事だよね。じゃあいただきます。まずはじゃあこの3種のチーズ丼からいこうか。3種のチーズ、3種類のね、チーズが上に乗っかっちゃってるような牛丼で、3種のね、チーズ丼食べるの久しぶりだな。いただきます。あ、まあチーズがね、まだほら、もうちょっとぬるくなっちゃってんだけど、いただきます。おー、あ、うまい。うん、チーズがね、めちゃめちゃ濃厚、ずっしりくるね。チーズやばい、久しぶり食べたこれ。うん、チーズ牛丼ってこんな美味しかったっけ。久しぶりに食べたけどチーズ牛丼うまいね。うん、めちゃくちゃうまい。で、こっちね、おろしポン酢牛丼。すき家に行ったらね、こっち食べることは結構多いね。おろしポン酢牛丼、こっちはね、割と注文すること多いんですよね。じゃあこのおろしポン酢ね、大根おろしをしっかりのせて、ご飯も一緒にいこうかな。ご飯も一緒にね、いただきます。うん、おいしい。これうまい、おろしポン酢牛丼間違いないね。うん、間違いない。どっちかって言ったらね、こっちの方が好き。おろしポン酢牛丼の方が俺は好き。こっちはね、ちょっとまあ、なんていうの、ファッティーっていうかね、ずっしりずっしり感はあるけど、まあこれうまい。で、こっちはね、なんか、俺これ初めて見た。付属でね、このタバスコついてくんだけど。うわっ、じゃあちょっと、タバスコをかけて、ね、タバスコ。まあ、あんまりわかんないけど、ちょっと赤くなってるでしょ。タバスコをかけて、俺結構ね、タバスコ好きなんだよね。
あの酸味がある系のさ辛いのって美味しくない？いただきます。うん、美味しくなるね。ピリ辛で、うん、うまっ。ピリ辛でうまい。これチーズがねずっしりくるのよ。チーズがだからね、がっつり系を食べたい人、ガツンとね来たい人は、好きやのこのチーズ丼、チーズ牛丼、マジでおすすめ。これはね本当にずっしりくる。うん、でもねこれ下手したらね胃もたれするから気をつけてね。めっちゃチーズだから。うん、うまっ。でこっちね、おろしポン酢牛丼。おろしポン酢のこのさ大根おろしがさ、もっと量あればいいと思わない？もっと、まあ、自分でかけりゃいいんだけどさ。うん、もっとさっぱり欲しいよね。もっと量が欲しいっていうか。うん、交互に食うとさ、なんだろう、こってりじゃん。結構こってりでわーってくる時もあるんだけど、こっちに行くとねさっぱりだから、またこっちがね食えるようになるんだよね。だからもうあの甘いのとしょっぱいのが無限にいけるようなイメージ。これとこれ結構ペロッといけちゃうよね。これだとチーズのところがすごいんだよ。やっぱ見てこのチーズ、チーズがすごい。うん、うまっ。はい、三種のチーズ丼完食です。うん、やっぱ美味しいね。三種のチーズ丼じゃなくておろしポン酢の方が、両方うまいんだよ。両方うまいんだけどさ。うん、うまっ。うん、完食です。ごちそうさまでした。すげえ腹いっぱいになりました。まあ一瞬だったね、一瞬。やっぱキング牛丼ぐらいのサイズだったらまだねお腹いっぱい、もうちょっと、うん、あと1個ぐらいなんかね、まあもう特盛りはきついけど、あと1個ぐらい、まあ大盛りぐらいでね、なんか注文すればよかったね。今なんかね期間限定でね、なんだっけ、ケールなんちゃらサラダ牛丼みたいなのと、あとは豚のね角煮の中華丼みたいなのがあって、俺中華丼ね実はめちゃくちゃ好きで、ちょっと迷ったんだけど、なんかねサイズ感がよく分かんなかったのね。その特盛りとか大盛りとかそういう感じじゃなくて、大か小かみたいな、ちょっとサイズ感が分かんなかったんで頼まなかったんだけど、まあもうちょっと食えたね。すげえ腹いっぱい。すき家か今日はねケンタッキーか迷ったので、すき家にしたんだけど、まあ近々ねケンタッキーだったりとか、まあ甘い系クリスピードーナツとかも頼めたんでね、まあドーナツとかも食べたいなとか思ったりね、またね、なんか美味しそうなものをね、食べていこうかなと思います。またなんかね、食べてほしいものなどなんかあれば、コメント欄でよろしくお願いします。って感じで、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。